難しい本を読んだりしています。はい、はい、はい、あー、わりわり、大丈夫か。あ、うん、あれ、よしきくん、手帳落としたよ。あ、見るな。これ遠足の時の写真じゃん。お前こっそり注文してたな。何よしき、谷村のこと好きだったな。返せよミー君、いけないんで。え、わ、悪かったかな。ほらよしき、くっつけよ。 やめろよ。よしき、やるじゃん。こっそり持ってるなんて気持ち悪い。みほ、きつい。みほちゃん、きつい。返すよ。みほちゃん、ごめん。はぁ、よしき、振られちゃったな。かわいそう。よしきくん、ごめん。なんだ、腹でも減ったのか。わかった、ミーコ、今日の給食カレーライスだから待ちきれなくなったんだろう。違うよ。さっきヨシキ君に悪いことしちゃったなって。まあな、あんな風にそっぽ向かれちゃかわいそうだよな。うん、あいつ別にそんな悪いやつじゃないんだけどな。変わってるかなって思うけど。そのちょっと変わったところが面白いんじゃん。あ、そうだよね。そのうち俺が慰めてやっか。そうして、そうして。あ、じゃあまだ降ってる。傘持ってこなかったよ。一緒に帰ろう。ん、うん。珍しいな、みほちゃんと一緒に帰るなんて。みーことだっぺーくんって仲いいよね。そんなことないよ。うそ。今日の休み時間何話してたの。よしきくんのことだよ。え、なんだ。よしきくん、別に悪い人って感じじゃないじゃん。やだ、あんな何考えてるかわかんない人。あ、よしきくんだ。私謝ってこようかな。ちょっとやめてよ、そんなの。いて、ああ、まあよそ見しながら歩いてんじゃねえよ。あ、たっぺーくん、せっかくの写真が台無し。お、なんだよこの写真。僕が撮ったんだよ。うそ、どうやって。ま、いろいろとね。お、おい、欲しい。いいのか。よかったらこれから家へ来る。行く行く。誰の写真かしら。みほちゃんのかな。やっぱりそうなん。あ、わかんないけどさ。私の写真をあんなに欲しがるってことは、やっぱりたっぺーくんも私のこと。でもさ、なんであんなにたっぺーくんびっくりしたんだろう。そういえばなんかすごく変な写真だったりして。変な写真って。え、
けど、まさかちょっとエッチな写真とか、スカートめくれてるとことか、更衣室の隠し撮りとか、もしかして移動教室のお風呂の写真とか。ミホって結構胸あるじゃん。安くしとくぜ旦那。はい。おお、すっげえ。迫力あるな。こいつんち、もっとすごいのいっぱいあったぜ。俺今日ヨシキの家行ってみたい。あ、俺も。なんなの男子。さっきから固まってこそこそ、くそくそ。実は。私たちも今日ヨシキくん家へ行きましょう。ここヨシキくん家でかい。行くわよ。はい。みほちゃん、なんだお前ら、何しに来た。うるさーい。あんたたち、さっさとそのエッチな写真を出しなさい。え、エッチな写真、何それ。ぜ、やばくれないで。どれ、どんな写真。何これ、恐竜みたい。なあ、すげえだろこのジオラマ写真。それ全部ヨシキがセットして撮ったんだぜ。ヨシキくんが。いくら好きでもここまでうまくできないよな。この電線とかさ、自分で糸通してやったんだって。すごい、よくやるわね。ところでさ、エッチな写真ってなんだよ。そうよ、一体何なのよ。なんでもない、なんでも。ああ、ハートみたい。みほちゃん、これからまたベランダで写真撮るんだけど、よかったら一緒に見ていかない？ところでさ、本当になんでエッチな写真ってことになったんだっけ。